はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、先日から発表させていただいたミュージックビデオに字幕を入れるときにとってもタイミングよく指定ができる Lyrics to SRT Converter、 それの For Video ということで、ビデオファイルでやりたい、いわゆる音楽の MP3 とか WAV がないとかですね、ビデオでダイレクトにできればもっといいじゃないか、そのように思ってる方のために、新しく For Video という専用のソフトを作りました。もちろんこちらも無料ですので、一度使ってみてください。では解説を始めたいと思います。まず動画のファイルを読み込みします。今画面にテストで作った動画がありますので、これを読み込みます。葉っぱというものです。はい、これは NHK のお母さんと一緒、これ毎月ですね、浅井ピアノ教室さんとやってるコンテンツなんですけれども、まずこれを読みました。そしてこれのテキストファイル、それを読み込みます。はい、このようにですね、テキストの各行がボタンのように変わりました。そして最新バージョンは、一番左には訂正モード用のボタンがついています。まあ難しいことはさておき、早速やっていきます。一つだけお話をしておきます。このソフトは、動画が流れているタイミングでこの歌詞をマウスでプレスして、そして歌詞が終わりそうな時にマウスを離す、いわゆるプレスとリリースをしながら、こっからここまでという字幕をつけたい時間をですね、指定していく。そしてその後ですね、世界的な標準の字幕ファイル SRT、 これに変換して書き出すということです。その後動画ソフトなどで字幕をつけていこうという趣旨のソフトウェアです。最近の動画ソフトなどは音声認識と言いまして、動画の中に MC が入っているようなものは、もう日本語であろうとかなりの精度で文字に起こして、いわゆる字幕起こしというのが簡単にできるんですけれども、悲しいかな、音楽の BGM 入り、そしてメロディーがあって今日はとか歌ってるような、そういう歌詞というのは認識ができません。だからこのソフトを開発しました。では早速やっていきます。まず動画を再生します。押す、離す、押す、あれよ、舞い上がったよ、ほらぐんぐんぐんと天高く、離す、ぐんぐんとぐんぐん、はっぱが飛ぶ、しんばた左とっても生きる、押す、気を持って生きるんだ、世界はうんと広いんだ、離す、でっかく叫ぼう、空を飛ぶ、葉っぱかけてゆこう、ぐんぐんぽぐんぐん、ぐんぐんぽぐんぐん、はい、できました。この最後の方にですね、ダミーリリックスと書いてあるのはですね、一時的に10行分ほど足してあります。これは最後書き出した時に消えるようになっています。また、
この最後のあたりで2行分ぐらい押すのを失敗しました。そういう時はこの左の訂正というボタンを押すと5秒前からスタートしてくれますので、もう一度やり直すことができます。やってみましょう。柴田左空を飛ぶ羽ばたけてゆこう、ビュンビュンポビュンビュン、ビュンビュンポビュンビュン、葉っぱの葉。はい、このようにやり直しが簡単にできるようになっています。その後はチェック再生というのもできます。このハハぐらいのところからちょっと本当に良かったかなと思うような時がありましたら、まずは音が鳴っていない時にここの行をクリックします。すると一番上の行にこのようになります。そしてここでチェック再生をすると2秒ぐらい早めから音が鳴りまして、その後はジャストのタイミングで自分が押した時間でスクロールしていきます。それでちょうどうまく押せてるかな、そんな感じで聞いていただくことができるようになっています。じゃあやってみましょう。はい、まずまずいけてますが、一つですね、この勇気を持って生きるんだというところがちょっと遅かったように思いますので、もう一度やり直しをしましょう。はい、ちょっと早めに出た方がいいというような時は先読みという機能がありますので、ここで少し早めにというふうにすることもできます。例えば 0.3 秒ぐらい早めにしてみましょう。ここで300という数字を入れておきます。そうしましてエキスポート、これをしてください。はい、じゃあここに保存をしたいと思います。保存は一瞬の間でもできると思います。ちょっと確認のために開いておきましょう。こんな形の字幕ファイル SRT 形式でこうやって保存ができています。さあ、それではこれをブリュー、これに読み込んでみましょう。ここに編集中であってもまず動画を読み込みます。新しいプロジェクトを始めます。音声分析はしない、これでいいです。どっちみち音楽は音声分析がちゃんとできません。そして確認をします。今編集中のものは保存しますかということなので、保存しないにします。もちろん皆さんが大事なファイルを編集しているものがあればちゃんと保存をしておいてください。はい、このように動画が読み込めましたら、次は字幕というメニューから字幕ファイルを読み込みます。ファイル添付というボタンを押しまして、ファイルを選択します。はい、このリリックスデータ、カッコ1というのが先ほど保存した SRT の形式ファイルです。これを開きます。そしてインポートを押します。字幕ファイルをプロジェクトに反映しました。と出ますので閉じましょう。ここで字幕の大きさがちゃんといいか確認をします。こんな感じで今真ん中にありますが、僕はこのテストをするために下の方にですね、ちょっと黄色いエリアを作ってあります。ここまで下げてみましょう。書式というメニューから1というのを今真ん中ぐらいになってますが、下の方を選びます。このように入りましたね。もう若干低い位置にしたいと思います。低すぎました。はい、これぐらいでいいですね。じゃあ確認をしていきます。
ちょっとですね、2行にわたるところがありますので、これを少し小さめにします。もう少し余裕を作るためにサイズを100にしてみましょう。すべてを選択しまして、サイズを100。まだダメですね。90まで下げましょう。はい。まあ、これでうまくいきました。ほぼこれで入ると思います。じゃあ、このクリップからもう一度聞き直しをしましょう。はい、どうでしょうか。このようにですね、音楽に合わせたジャストのタイミングで字幕を入れることができます。これはブリューだけではなくって、いろんな字幕対応の動画ソフト、まあ今はほとんどができるようになってきておりますけれども、これに読み込むことができます。SRT ファイル。今日は動画でさせていただきました。この For Videoというものでやりましたけれども、先に開発をしましたオーディオファイル用の Lyrics to SRT コンバーターというのがね、こちらの方は MP3 や WAV ファイル、これが読み込めるモードと2つのソフトがあると思ってください。概要欄に貼っておきますので、皆さんが動画からやりたいのか、音楽ファイルからやりたいのか、それを選んでいただいて、どちらかを使っていただいたら、操作方法はほぼ同じですので、試してみてください。村長スタジオでした。